タからヨーロッパへ行きます。こんにちは、進撃の Y こと矢部です。僕は今、ヨーロッパのポーランドという国に来ています。今年はこの国で、所属してプレーできるチームを探そうと思ってるんですけど、実際のところ、今のところ全くアポなしてきて、でそれどころかポーランドのリーグの構造についてもよく分かってないんですけど、来てみたら分かるだろうということで、来ました。というわけなんで、これから、ポーランドのサッカークラブ探していきたいと思います。僕は今ポーランドのクラクフという都市に来ています。旧市街には、馬車も、たくさんいてですね、すごいおしゃれな雰囲気のいい街です。実はクラクフに住むって決めるまでに、2ヶ月間くらいホステル生活をしてて、でいくつかの都市に実際に住んでみて、住んでみた結果、やっぱりクラクフに住もうということで、クラクフに住むことにしました。すごく歴史的な建物が多くて、おしゃれな街ですね。おはようございます。さっきですね、近くのサッカークラブを調べて、練習に参加させてくれってメッセージを3チームくらいに送りました。返信が返ってきたら早速練習に乗り込んでいこうと思うんですけど、帰ってくるまでは待つしかないんで、気長に待とうと思います。昨日ポーランドのクラブの監督の電話番号をゲットしたので電話して練習に参加させてくれって言ってみたんですけど、そしたら今日試合があるから来てくれって言われて、今日これから試合に行ってきます。いきなり試合なんでちょっと緊張しますけど頑張ってきます。はい、今試合に行ってきました。試合っていうから対外試合かと思ったんですけど、紅白戦でしたね。で、久しぶりのサッカーは楽しかったんですけど、もうちょっと高いレベルでできるかなって思ったんで、まだ、チーム探しは継続していこうと思います。体はあんまり動かなかったんですけど、想像していたほどではなかったですね。これからまた、練習参加を重ねていけばコンディションはまた上がっていくんじゃないかと思います。というわけで、これからも頑張っていくので、次の動画でお会いしましょう。さようなら。